三春屋は、青森県八戸市にある日本の百貨店である。2019年11月6日からは、同年11月1日に設立された事業会社、株式会社やまき三春屋が運営している。また、かつて当百貨店を株式会社三春屋として運営していた会社である。永6年間に三春屋呉服店として創業したのが始まりである。福島県三春町にルーツを持つ。1953年3月に株式会社三春屋として法人化して呉服店の営業を続け、その後衣料品店に発展した。1969年11月13日に当時隣接していた店舗を構えていた八戸市初の百貨店であった丸美屋が1968年6月28日に仙台の百貨店丸光と東京のゲップ百貨店緑屋が進出したことなどの影響で、売上が急激に減少して、閉店に追い込まれ、同月15日に倒産した。そこで、生産中の丸美屋を1970年に買収して増床し、同年に比較的庶民向けの百貨店を開業する運びとなった。当店が百貨店を開業した1970年1月に、百貨店三万が閉店して郊外に、スーパーマーケットのユニバースを開いたほか、翌年の1971年には1月の月屋と既存の大型店の閉店が相次ぐ形となった。また、1971年8月に力根町竹田八戸店が閉店し、代わりに同社が日医などと共同出資して、同年5月に設立した青森日医が同年10月7日に日医八戸店を開店するなど、市外に本拠を置くチェーンの大型店と競争するようになった。1978年には、丸光と共に大規模な増床し、1980年4月19日に、イトーヨーカドーが進出すると大規模なセールを展開して対抗するなど、残った最後の地場資本の百貨店として、県外資本の大規模店や、郊外の店舗との競争に挑み続けた。また、1980年6月に、岩手県水沢市の水沢駅前の魚市場跡に、地上3階建て店舗面積約5900平方メートルの山に三春屋を出店したほか、一関市や久慈市などにも出店するなどを転化も進めた。しかし、1981年4月に店舗を大栄に譲渡して、岩手県から撤退しており、この横転化は成功しなかった。1985年に当時日本一の総合スーパーだった大栄の支援を受けて傘下に入り、八戸の地場資本の百貨店は消滅することになった。さらに、1987年には業績不振を受けて社長が交代し、1995年に大栄の完全子会社となった。2000年6月に、北海道函館市の棒に森屋を経営していた、同じ大栄系の株式会社アドバンスド、デパートメントストアーズオブジャパンに吸収合併されたため、株式会社三春屋は消滅することになった。そして、2004年10月に、大栄が経営再建のため産業再生機構に支援要請を行い、2004年12月に、支援決定されたことに伴い策定された再建計画の中で百貨店事業からの撤退と売却の方針が盛り込まれて報道されたため、八戸市長と八戸商工会議所などが連名で2004年12月28日に産業再生機構や経済産業大臣などに存続の要望書を提出するなどこととなった。店舗自体は黒字経営が続いていたこともあって売却されず、2005年12月1日に大栄グループの中郷が中郷三春屋店として運営しているアドバンスドデパートメントストアーズオブジャパンは同じ大栄系の中郷と合併した上で大栄を引受先として増資を行い、そのまま営業が続けられることとなった。そして2010年7月1日に中郷が大栄以外の株主が保有していた株式をすべて無償で取得した上で大栄に取得した株式の一部を50億円で売却して債務超過を解消したため、大栄の完全子会社となっている。中郷傘下で営業していた店舗は後に閉店が相次ぎ、2021年7月15日に旧中郷清水屋店が閉店したことにより、2021年7月以降旧中郷傘下店舗では三春屋が唯一営業を継続している。2019年9月5日に三春屋の事業を中郷から商業コンサルティング会社のヤマキへ事業譲渡することを発表。ヤマキは同年11月1日に事業会社ヤマキ三春屋を設立、11月6日より運営がヤマキ三春屋へと移管された。このような企業再編が行われたため、経営母体の企業は三春屋からアドバンスドデパートメントストアーズオブジャパン、中郷、ヤマキと変化したが、店舗名はこのまま変化せず現在まで三春屋として八戸市中心市街地における百貨店の営業を続けている。譲渡後しばらくは日本百貨店協会の店舗リストから外れており、一時的に協会非加盟であった。後にヤマキ三春屋として再加盟し、引き続き青森県内では桜屋の3店舗とともに日本百貨店協会加盟店舗となっている。2021年9月10日付で、全従業員約140人の約7割にあたる約100人に解雇通知を出した。同社は取材に対し、新型コロナウイルスの影響で売上が落ち、今週に予定していた改装計画にも支障が出ている。経費削減に取り組んだが三春屋ののれんを残すため、さらに人件費削減が必要と述べた。希望退職を募らなかった店には、それほど財務状況が逼迫していると釈明。従業員の再就職は積極的に支援したいとしている。それに対し、UA 前線県支部は、解雇される従業員の選定基準も不透明で、具体的な経営状況も示されていないなどと指摘。また、同店の所在している八戸市の小林誠市長は、三春屋は、市中心部の賑わいを支えてきた大きな存在。状況を注視したいと話している。ありがとうございます。